はい、どうもです、今日から新しいペナントやっていきたいと思います、まあ、コメント欄でもね、あったんですけど、20代のみでペナントを制す、ということで、10代、30代、40代の選手は使えない、20代、20歳から29歳、20代の選手のみでペナントを制すをやっていきます。ペナント優勝して日本一になったら終わりという形ですね、まあ、縛り内容は20代しか使えない、まあ、その20代っていう定義なんですけども、例えば29歳の選手が30歳になった瞬間に使えなくなるのかというと、そうなると大変めんどくさい。誕生日を覚えて誕生日来た瞬間にじゃあこいつクビだってならないといけないのがちょっとめんどくさいんで、そこはちょっと寛容にいきたいと思います。契約更改時に30歳だったらクビというわけなんで、契約更改確か10月ぐらいにあるのかな、10月11月ぐらいにあるのか、11月か12月か12月ぐらいかな、11月かな、忘れた、なんですけど、まあ、そこで、29歳ならば次のシーズンも使えるということでいきましょう。そういうルールにしましょう。まあ、オリジナルルールなんで、ね、それと、初期メンバーは、初期のチームは、弱いチームというかサクサクセスでファーストステージで敗退した選手、あ、この初期チームの選手は10代なんですけども、それはご了承ください、それはお願いします。あとそれぐらい、あとね、ちょっと今回から新しい試みというわけではないんですけど、まあちょっとそれは後で説明しようか。とりあえず、あれ、俺どこのチーム作ったんだっけ、俺なんでチーム作ったんだ、あれ、俺どこのチーム解体したんだ、 DNA かな、でもロッテやっ、こうやったやったやった、で楽天もやってるよね確か、で巨人がやったから多分 DNA 俺は解体した、 DNA を解体して、各チームに選手を振り分けました。それ紹介していきましょうか。DNA だ、 DNA を解体して各チームに選手を振り分けました、まあ、下位チームというか俺オーペラ回して弱いチームに、入れましたね、朝あとうちのチームいるよ、多分これだよね、うちのチーム T、 なんで T なんだろう、20代の T かな、どういうこと、20代の T どういうこと、なんで T なんだよ、わからんが、あれうちまだオリジナルチーム作ってないけど、作ったよな、作ってる、これだ、なんで T かはちょっと後でまた説明しよう、俺も覚えてねえや、プレイ記録ないもんね。じゃあ DeNA の選手を分配ドラフトをした結果、紹介していきましょう。ヤクルトに、東、パットン、伊野、今永、三上、細川、ピッチャー多めに入りましたね。で中日に、宮崎、山崎康明、浜口、で阪神にロペス、ソト、大和、桑原、筒香、京山、飯塚、梶谷、阪神多めですね。阪神オーペラ回したら確か弱かったから多めに入れたのかな、なんで俺こんな阪神多めに入れてんだろう、まあいいや。でうちのチームはこれですね、でも20代だからコウモリにしようかなと。あとねちょっと新しく縛りじゃないわ、ルールを変えて、俺いつもここ全員パワフルにしてたじゃん、ここの全部パワフルにしたんですけども、投球パワフルに対する打撃パワフルだとホームラン打ちすぎるっていう点がね見られるんで、ちょっと今回一回お試しでめちゃ必要にしてみます。ホームランバンバン出た方が面白いっていう意見もあるんですが、一回ちょっとめちゃ強でやってみようかなと、一回ね、でちょっと面白くなかったらパワフルにします。ここは普通、疲労は少ないで、でトレードありで、新外国人選手あり、ドラフトあり、ドラフト方式でオリジナル選手はなし、あり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 、あ、20代 20s の20の T か。そうなったら俺がいつもここをしてる、打撃もめちゃ強にしないといけない、うちの打撃もね、コンピューターの打撃もめちゃ強だけど、これでちょっと打撃戦が減るんじゃないかというふうに思いますね、投手戦がちょっと増えるんじゃないかというふうに思います。ペナント設定、ここは使用事情ありで、お金普通、外国人枠制限します、まあ、20代の選手しか使えないんで、
どうだろう、やっぱ29歳ぐらいの選手はトレードに出して若手有望株を取るみたいな感じかな。そういう戦いをしていかないといけないんじゃないか、まあ、結構そういう戦いが面白そうだなと思ってこの縛りを採用しました。初期は誰だろう、初期結構いいのってなるとね、パーヒよりやっぱ阿部ヒなんだよな初期は。稲葉安いな。ちゃんあちゃんめ広角逆境、阿部ヒ逆境、流し打ち、片目打ち非対打で4000万は結構でかいんじゃない。どうしよう、3号で行きたいんだよな。できたらそうなんで、ここら辺か、平沢だな、広沢だな。ここはまあいつも通り古田を使いますか。で投手コーチどうしようかな。投手コーチ正味最初誰でもいいんだよな。伸びアップ回復はいらないな、尻上がりな、まさかな。55あんま金かけたくないな正直。初年度かあのドラあでもどうなんだろう、勝てんのかな。最初3000万でいくか。悩むな、あんま時間かけたくないな。トリマ3000万のマサでいこうか。広沢古田マサで、スカウトは大学生、高校生は取れないんで大学生か社会人ってなるけど、まあ、とりあえず大学生の BB で大学生で、外国人も取りたいんで初年度からで、外国人は投手は取らないな基本的に、あんまりいい投手していないんで野手だな。1000万で3号いっとくか、3号いっとこうか。ケニー内野手、内野手か外野手どっちだろう。内野手取るか、でも打撃のバッターが欲しいからな、外野手かな。内野手か、戦力外って内野と外野どっちか多い、外野の方が戦力外って多い気するんだよな。とりあえず内野でいいや。ちょっと初年度から高めですが大丈夫かな。選手はまあいつも通りこの2人です。このゴミ2人と、あとミートが上がるこのゴミ5人、こいつらは10代なんですけど、これはちょっとご了承ください、お願いします。何でもしますから許してください。ペナントレース開幕、まあ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 、もういいでしょう。あ、じゃあそう、外国人取りたいんだ、初年度から外国人取りたいんで、ドラフト発掘しといて大学生を、高卒は取れないんで大卒で、で外国人発掘、内野手指定なし若手、とりあえず若手の内野手を取りたいんで、まあ外国人がたまるまで、飛ばしていきますか。どれぐらいたまるんだろうな、でも初年度ってやっぱ弱いよな。まあまあまあ、結構この縛り面白そうなんでね、楽しみにしてます。はい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 、はい、まあまあ6月26日適当に飛ばしました。外国人取れるな、この縛りチームード悪11人しかいないんだけど仲良くしてくれや。この縛り結構ね、やっぱドラフトも取れるし外国人も取れるし面白そうだ。あ、トレードとか使おうか、トレード活用しよう。そうだそうだ、で外国人取りましょうか。 A ランクがいきなり来てしまった、これは進んだ。 A ランクこいつ取ったら死ぬよな。なんでとりあえず C ランクで安いのを取っていくしかない、3000万は取るしかねえ。 A ランクはちょっとやむなし、ナムさん1億もナムさん、 C ランクしか取れねえ。2割9分6人31本、 B ちゃんもイーリーでいいかな。とりあえず B ちゃんもイーリー2人取るか、 B ちゃんもイーリーを取ります。とりあえずトリマこの2人でいっか。よしよし、B ちゃんの守備がちょっとあれだが、まあいい。とりあえずこの2人を入れーの、セカンド、ファースト、3番セカンド、4番ファーストで。
チャーは戦力外でゴミ拾いするしかないか。でもトレードとか取ってみたいな。トレード来てる。よーし、佐藤翔も取るぞ。A は放出しよう。よし、ちょうどセカンド取ってたしな。佐藤翔も取って、ちょっと投手取りたいな、投手。指定なし、指定なし、若手、多すぎたな。スタミナがある指定、若手。このまま行こう。選手トレード。いらないのは、ウーとこ、あーやべ、ウーしか出せねえ、ウーしか出せねえ、ウーと、ウー一人でちょっと、絶対取れないでしょ。もう外国人はいいかな、どうしようかな。外国人は、ちょっととりあえず、あ、まだ外国人来てるからか、ワンチャンあるな。とりあえず7月末までは見てみるか。で、外国人見てみようか。もしかしたら活躍、あ、とりあえず失敗したか、やっぱ取れそうだよな。新外国人がちょいちょい来てるんで。おお、勝ってる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 。に0点で抑えた。誰だ、佐藤翔馬か。さ、絶対佐藤翔馬だ。まさか0点で抑えるとは。ここら辺で最後の外国人チェックでいこうか。金がない、やむなし。取りたかったんだけどな。佐藤翔馬2軍にいるし。なんでお前2軍、どうやってこの投手陣で0点に抑えたの。どうやったんだろう、マジで、マジでどうやったんだ、どういうこと、何があった、勝ったよな、お、2対0で勝ったよな、この試合何があったんだろう。奇跡だわ。で、あの外国人やつらどうなったら活躍してるかな、あの2人は。2割パワーエースになってる。2割8分6厘1本、2割9分6厘5本。ミートがしになってる。ちょっとこいつらマジ強いかもしれない、もしかして。育てていこうぜ。じゃあシーズン終了まで行こうか。はい、シーズン終了まで行きました。あんだけ補強したんですが、阪神は優勝できませんでした。結局阪神誰出たんだっけ、誰出たんだ、あれ誰だ誰だ誰だ。結局阪神に入れたのは、ロペス、ソト、ヤマト、桑原、筒香、京山、飯塚、梶谷を入れても阪神は2位です。カープ強すぎんご。16ゲーム差ついてるし。カープ強すぎ、笑った。102勝してる。うち3勝もして、でも3勝ってすごくね？初年度から3勝ってだいぶいいよね。佐藤翔馬頑張ったかな、うち。佐藤翔馬規定回数いってないじゃん。ダメだな。頑張るよ、佐藤翔馬。70敗してんだぞ、こいつ。俺なんて70敗してんだぞ。でも2勝してるかな。勝率俺0割2分8厘、お前勝率0割0分0厘だろ。勝った。QS5 回してる、5回 QS してんだぞこいつ。俺すげえな。はい、 QS 完封はしてないのかな。完封はしてないのか。じゃあ、あの0点は投手リレーだったんだな。打者の方は、B ちゃんも来ていかないが2割、あ、能力判明した。お、なかなかいいじゃん。もともと D やったんだ。もともと S から D に下がって B に上がった。どういうこと ?23歳。で、イーリムが、守備があれだな。早球 F がついてる。ファーストだしね。なんで B ちゃんも背番号0番なんだ。まあ、なかなかいいんじゃない、この2人。B ちゃんもイーリムの1、2塁間。イーリムは ?23 歳。いいね。あと7年ぐらいやれるな、うちで。それじゃあ行きましょうか。うちからはおらず。鶴岡がベストラン取ってる。ロペスゴールデングラブだ。首位打者坂本。あ、本塁打を筒香じゃん。沢村賞ジョンソン。MVP 大瀬良。盗塁王丸。なんじゃそれ。最多勝ジョンソン、最終防御率大瀬良。へえ。柳田。FA も取れるからね、今回。今回は FA も取れるんで、で、ここの契約更改、11月27日の契約更改の時点で、
外国人はあと1人しか取れないんだよな。そうなるともう C ランクでいいかな。外野手1人取ろうっと。ここの時点で年齢が30だったら取れないっていう。19、29とか、まあ、このオリジナル選手は19でもご了承ください。とりあえずこいつらの年俸を下げることから始める。まずここか。あーイーリーどうしよう。3000も上げるか。イーリーはでもね、どうせ FA 取る頃にはね、あと8年でしょ。放出しないといけないって考えるとチーム愛はさほどいられるんだよな。でもチーム愛が成績に関係するって言っている勢力がいるんだよな。謎の勢力が本当なのか俺も知らないんだけど、その本当に関係あるのか、なんか誰か調べてくんない？それチーム愛によって能力成績が変化するのかっていう検証動画誰か撮ってください。それをその検証を見たら俺は信用するけど、本当なのかなっていう疑惑があるよね。まだ俺の中で、まだ私の中に疑惑があります。佐藤翔馬もついでに、え、帰国した？おい誰だっけあいつ。あいついきなり帰国したぞ。23歳のやつ、セカンド二塁手いきなり帰国したんだが、二塁手がいきなり帰国した件についてちょっと話さないといけないな。それは帰国した件についてちょっと新聞とか書いてくれって。なんで帰国したんだよ。俺は知りたいよ理由を。だってうちのチームに来たからパワー D からパワー B まで上がったんだよ。それでなんでうちを出ていく。なんだ、金3000万もらって、よっしゃもう成長できたし、こんなチームにはもういられねえみたいな感じなのかな。最悪だな。いやー、こう取れないこいつこいつを20歳になったら強奪しよう。あー、高校生いいの多いのか。高校生いいのが多すぎる。川上健志、うん、おいいね。土田とかいいね。いいねいいねいいね、こういう。あー、いいなこいつ。だが高卒。お、いいねこいつ。中継ぎ、ドラ1中継ぎってもったいないんだよな。最初の頃は中継ぎは言うてね、あのここら辺の下位のやつらを拾っても強くできるんで、まず野手かな。セカンドのあいつがどんだけ年俸取ってくるかだな。木下、木の川、うん、天田とかいいね。なかなかいいんじゃない？悪くはないね。ファーストがいいや。サード、ショート、外野、下平な。守備型の選手をドラ1で取るのももったいない気がするが、捕手はいいのいないんだな。高森。なんかドラフトでなんかこれだって選手いないね。こいつだなみたいな。川上とかでもいいけどな。外れ、土田とかも外れ1位だったらいいけどなって感じなんだよな。全員外れ1位。そうなったら池谷取るかと思うが、ファーストかぶってんだよな。ファーストいらないしな、正直。ポジションコンバートもありなんだけど、まだ早いかなと。ポジションコンバートを使うんだったら他のところの選手取り、いい選手取りたい。したらね、ショートしたらでもな、ショートしたら取るか、これ安いよな。下平取るならしたら取るか、安いし。そうだな、お金も節約していかないっていうことを考えると、こういう安い選手を取っていくのもありだな。そして2巡目、ここで土田も取れる。あー、ピッチャー多めの方がいいよな、ショレンドって。絶対土田を取るか、屋敷を取るか。屋敷気になるな。3球種屋敷にしよう。ここが回ってこないんだよな。ここでもう多分取られるよね、いい選手は。土田残ってらっしゃー、ラッキーで、うちか。川崎、ここら辺とか取っても全然いいんだよな。高校生は取れない。椎橋とか取ってもいいよな。
一回野手見ていなかったら C 橋でいいかも。サード、ショートか、ショート取ったからな。外野は外国人一人取るとして、セカンダメルとしてサードか、サードがいないんだな。腰だか、こいつミートチーだぞ。いやめ、センス感じられない、センスが感じられない。足の遅い英語詞だな。いやこいつに1億はさすがに払えないでしょう、払えないでしょう。ハヤトくんだよな、もうマジで。どうしよう、川崎クリニック、川崎クリニック、川崎クリニックを、川崎、とりあえず川崎クリニック取って、あいつ残ってるから、あいつ、あのピッチャー、あいつ残ってるから、あ、C 橋残ってる、 C 橋トリーノ、ここでどうするか。キャッチャー、あ、キャッチャーもいないんだ、うち。あ、キャッチャーはできればね、キャッチャー A にしたいから若いのが欲しい。大卒社会人がいいんだよな、大卒じゃない、高卒社会人がいい。それか二十歳のキャッチャーを強奪するか、トレードで二十歳のキャッチャーを強奪する、それが一番いいかな。二十歳が一番若いからな。こいつが強くね、大野。なんでこいつ外れんだ。投手7人しかいないんだけど大丈夫かな。とりあえず丹野取っとくっていう手もあるけど、キャッチャーは今年は諦めか。あんまりお金も使えないし、 FA も取りたいしな。できたら、したら屋敷、辻田、川崎、椎橋獲得。あー誰だ、帰国選手、あれ岩隈か。岩隈って30代だもんな。ドラフト紹介、ドラフト1位したら、大学ナンバーショート、ちゃんと22歳、流し打ち、長内安打丸。守備はあんまり良くないけど、背番号0番ドラフト1位に背番号0番を与える。こいつなかなかいい中継ぎなんじゃない。ぶっ壊れないか心配だけど、うちの投手陣の薄さでぶっ壊れないかが心配です。辻田、こいつもなかなかいい。こいつも精密機械、こいつも精密機械、四国の精密機械と近畿の精密機械がいるうちに。そして川崎21歳、あ、早生まれか、早生まれ21歳なんで結構使えるんじゃない。うちのチーム早生まれだったら30までできるからね。30でも野球できるから、早生まれのやつは。しばし、まあ、なかなか悪くないね。全体的に悪くないな。悪いとこのもないしね。悪いとこ、ああ耐えたりいいか、まあ、これぐらいか。悪い能力あんまりないんでね。総理も C ついてるし。したら北陸のスラッガー、背番号0番。帰国選手交渉まで行きますか。岩隈でしょ。いやー37歳取れません。うちは取れません。能力だいぶ取れてんの。言うてまだそんなにか。こっからもっとドッといくんだろうな。あの、意外と金は他のチームと変わんない。大丈夫なのか。楽天は岩隈取ったら金なくなるぞ。大丈夫か。ポスティン交渉、山田哲人と大島。山田哲人初年度からメジャー行くんだ。これもうちのおかげだよな。これ3割3分7人36本ってなって、うちの投手陣がゴミすぎるから。三振についてんだ。三振消してほしいな。山田哲人って俺オーストラリア行けんのかな。行けるなら行かしたよね。大島守備うま。 D なんだミート。大島よくメジャー行こうと思ったの。まあ、まあ頑張ってください。よし、FA 宣言、FA 前に終わりますか、パート1は。ここら辺で。まあまあ、こういう形で、
ペナントやっていきますんで、よかったら、お楽しみにください。よかったらお楽しみくださいっておかしいな。よかったら見てください。俺結構個人的に結構楽しみな、今までやってない縛りなんでね、ちょっとワクワクしてます。それじゃあ見てください。皆さんありがとうございました。バイバイ。